ラビトロの渡部です。松本です。はい。ということで、はい、本日はオリジナルクイズを出したいと思います。はい。松本さん好きな食べ物何でしたっけ？チャーハン。はい。ということで、本日は、チャーハンか焼き飯かを当てろー。これね、はい、今さ、急に始めたやん、これ。はい。で、好きな食べ物何ですかって。もう何にも聞いてないんですよ、はい、僕。はい。何も聞いてない状態で、言われて。はい。俺ちゃうこと言ってたらどうするつもりやったチャーハンって絶対言うと思ってた絶対言うと思ってましたすごいねで一応チャーハンと焼き飯の違いってわかりますアホみたいやんいや別にアホじゃないですよチャーハンと焼き飯の違い焼き飯の違いですねなんか正確にあるみたいなんですよ焼き飯とチャーハンの違い違いですね中華鍋でやってたらチャーハンフライパンやったら焼き飯はい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 中華料理の腕ふっとい、うんうん、おっさんがやってたらチャーハン、うん、おかんがやってたら焼き飯あもうイメージよねもうイメージよねなんか家庭料理的な雰囲気よね焼き飯ってそうやな、うん、喫茶店とかねはい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 、まあ、焼き飯っていうよね、うんうん、なんか銀のスプーンで出てくるそうそうそうピラフとあんまわからん、ね、なんか諸説あるみたいなんですけど、うん、あの卵を入れてからご飯入れて炒めるのはチャーハンらしいですほうご飯を入れてから卵を入れるのが焼き飯らしいだから焼く飯ああなるほどなるほど飯を焼くところからスタートするんで焼き飯らしいですそうかでおいで卵を入れて、その焼き飯を完成させるなるほどチャーハンは卵が先完成形をパッと見た時にチャーハンか焼き飯かわからない分かりづらいかもしれないんですけども、うん、チャーハン好きの松本さんにはぜひ当てていただきたいおということで、はい、今から、はい、ちょっとヤモピーさんに、うん、あのどっちかの画像出してもらうんで焼き飯かチャーハンか当ててくださいフラッシュチャーハンフラッシュチャーハンフラッシュチャーハンフラッシュ焼き飯でもあるけど名前がパッだチャーハンを当てたらいい、まあ、どっちどっちか当ててほしいうんいいよねそのゲーム私も一回やりましたけど、うん、でも分かるやつは分かるああ分からんやつは分からん、うん、分からんやつはほんまに分からんほんまにあの皿とかが結構ポイントになってそうやな中華中華してたらうんもうチャーハンやあと丸く持ってたらとかああそう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 盛り方もそうやしそこら辺が多分こうヒントにはなってくると思うんだけど何でもない、うん、隣に、うん、マジ人畜無害のスープついてたらチャーハン、うん、味噌汁やったら焼き飯優しいスープな、うん、逆にでもあれが一番美味しい、うまい、あれうまいよなあれ美味しいあのスープ美味しいところ絶対チャーハン美味しいあほんまにそうやねうん、ほんまにそう結構あのスープをもとにいろんなこう料理作るやんそうやな、うん、だからウェイパー的なそう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 どこがうまかったやろうな今まで元町にあんのかな中華街にあんのかなもともとうんコーランの焼き飯はうまい、うん、チャーハンはおいしいイメージがあるなあとあの阪神尼崎のしんちゃんしんちゃんしんちゃん東米っていうラーメン屋が東米ね今あんの何店舗かあるよね一時期ブームだったやん流行った時期があって東米あそうなんで東米のチャーハンもめっちゃ美味しいなんかチャーハン選手権みたいなんでおなんか優勝してたりとかしてたよはー家ではうまいの作られへんわ火力が違うからやっぱ関係あんねやんやっぱりそのガッとこう集中してむちゃくちゃチンチンにフライパン温めても無理な多分時間かけてめっちゃ温めた状態でやってもそれはちゃうな寄せることはできるとは思うけどやっぱあの中華鍋っていうのはでかいから熱伝導がやっぱ違うんか鉄っていうのが、うんうん、あと火力チャーハンでこんだけ熱を帯びた会話できるとお待たせいたしましたさあそれではいきたいと思いますチャーハンは焼き飯最初の問題こちらですどうぞうわむずおしゃれそれおしゃれおしゃれ木のスプーンにしてんのレゲエにしておしゃれいや
これはチャーハンでしょ。チャーハン。では答えをお願いします。チャーハンです。さすがですね。余裕ですよ。さすがですね。これ全問正解したらさ、うん、今日チャーハンおごってよ。ああいいですよ。チャーハン分賞金、うん、チャーハン食って帰る。チャーハン分、うん、今も夜やからさ、800円ぐらいくれよ。全然、チャーハン食えるで800円も出したら。せんな。おお。第2問。第2問。これは。ああ、だいぶあれですけど寄ってますけどね。いただきます。相当自信あり。チャーハン。さあ、正解お願いします。チャーハン。チャーハン。だってこのほんま人畜無害スープついてる。これはもうその通り。あと入れ物がもうチャーハン。チャーハンね。チャーハンにさせてるよ。もうそうよ。うん。じゃあ遊びはここまでということで。え？なんやそれ。なんやそれ。第3問。第3問。何問ある？100問ぐらいあるんちゃう。いやもう穴がぞ。縮みやん。いや引きで見たらちょっと見えるけどそのなんかこんなんないってこっちじゃんみたいな、タレみたいな縮みやん。エビ乗ってます。エビ乗ってるね。エビ乗ってますね。でニラやろこれ。ピラフに見えてピラフに。俺これでも焼き飯っぽいな。うん、もう私も正解知らんからね、うん、それこれさ、ご飯先に炒めたらこうなるとか、うん、卵を先に入れて、そう先に言ってたやつあるよ、うん、チャーハンの作り方したらってご飯の色変わるよな。変わるね。俺焼き飯ってちょっと黒いイメージあんねん。ああ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 。ちょっと朝黒いというか。そう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 。うん、ご飯が先に炒められてたら焼き飯。焼き飯。卵が先やったらチャーハン。ここへ来て急にむずい。これむずいな。これは難しいぞ。チャーハンにまずエビの概念があんまないんじゃない。いやでもあるねん。あのあんねん。結構いい中華料理屋のチャーハンって、うん、ちょっとこういうエビ乗ってません？それこそあの、あれな、これなんていう料理名。エビよくある。その高級なって言ってるから、そういう名前があるんかなっていう。エビが乗ってるエビチャーハンみたいな。めちゃくちゃシンプルやで。エビチャーハン。これは一応あのどういうなんていうかレシピサイトみたいなところからちょっと見させてもらってるんですけど、レシピ名は韓国風エビニラマニャララでございます。どっちも韓国風なんや。韓国風なんや。それでこっちじゃん。ああいや韓国の人がよう言うリアクション。ああこれはチャーハンとすごく似てますね。めっちゃ似てるけど、どこで出すのよそれ。コチュジャンをつけたら全部韓国になるっていうのはそれは間違い。元の素材何？中やん。あの俺の友達 の、うん、あのカンウジン君っていう韓国人の友達を、そっくりなんやな。好きな日本の食べ物がカムクラって言ってた。一番うまいって言ってた。そうか。これはさあ韓国風、うん、エビ、うん、ホニャララですよね。エビニラ。エビニラ。韓国風エビニラチャーハン。エビニラ焼き飯って言いにくいし。どうなんでしょうか。正解をお願いします。焼き飯です。あ、お前ダメー。エビニラ焼き飯でした。それ言いにくいとかないのよ。そんな言いにくいとか。言いにくいやん。エビニラ焼き飯。トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥ。エビニラチャーハン。トゥルトゥ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 。焼き飯なんや。うまそう。うわー最悪や。
残念でした。で終わり。もう一回。もう一個いきましょう。めっちゃ難しいやつある。結構むずいなみたいな。いやこれ結構むずいぞ。だからもうほんまに前の2問が簡単すぎたから遊びはここまでだって言われたいやむずい、確かにむずい。これ、うん、正解したら、うん、450円ちょうだい。チャーハンおごってってそれは言うてくれる。王将のチャーハンつけたよ。450円くらいやな。ちょっとあらない料理。なんか家庭料理感すごいねんけど。でもね、うん、これはね、卵がね、コーティングされてる感じがすんのよ、ご飯に。うん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 。なんかネギの感じがな。うん。ちょっと欲張って切ってるよね。OK です。さあ最後、はい、ここバシッと決めて終わりましょう。最後は。はい。チャーハンです。いただき。さあ最後のこの料理、チャーハンなのか焼き飯なのか答えお願いします。チャーハンです。チャーハンチャーハンゲットおめでとう。総判でありがとうございます。王将用語みたいな言いましたよ。王将焼き飯一つ。そうなんや、知らんかった。で、 でも王将のな、うん、メニューな、焼き飯って書いてない今思ったの。あそうなん。メニューの表示焼き飯って書いてない。確かにね。だからチャーハンではないって焼き飯で、メニューに、うん、焼き飯って書いてるから、うんうん、焼き飯一つって言ったら、うん、チャーハン一つって言われる。トラップ。たまにそういう店員さんも多い。まあ美味しければ別にどっちでもいいんですけどね、うん、美味しかったらどっちでもいい、はい、ということで、はい、皆さんもよかったらですね、チャーハンは焼き飯やってみてはいかがでしょうか。やらんか、はい、ということで今日はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。